帰ってきた名探偵ピカチュウ実況、本日もやっていこうと思います。前回この遺跡のお話が一通り一段落して解決したのかなっていうところで、今回からまた新たな話が始まるのかなっていう感じになりますので、やっていけたらなと思います。帰る準備ができたらレイチェルに話しかけよう。これ他の人に話しかけてからって感じかな。ヤドン、戻ってきたらお腹が空いた？やだやだ。早くクリスのカレーが食べたいか。あ、多分これ聞いてないな、この話。クリスさんのカレーはみんなの好物なんだね。ゴードン、ヒヒダルマたちはこの土地に住んでいるポケモンではない。きっと人間の手で連れてこられたんだろう。私が彼らを必ず元の場所に返してみせるさ。あ、そうだそうだ。白い服を着た悪者みたいな奴らに連れてこられたんだよな、確か。あとは、うん、クリス、教授が無事に見つかってよかった。本当にありがとう、ティム君。今度は僕らの研究室に遊びにおいで。精一杯お礼をさせてもらうよ。お礼してくれるらしい、次行ったら。多分覚えてないけどその時まで覚えてない。ゴンベゴンベ、友達がいっぱい増えたからもっと大きな鍋が必要。ゴンゴン、みんなでカレーを食べて仲良くなるんだそうだ。ゴンベらしいね。以上かな。あ、この辺もヒダ、乗っていくか。だと、え、乗れるの？ああ、もう少しだけお前の力を借りられるか。ダマー、乗れるの？なんか壊せるところあるかな。でももう一通り壊し終わってるから、ヒヒダルマで探検しても何か新しい話が進むわけではないって感じか。帰りましょう。絶対話しかけないからなお前探偵さん、また会ったね。私のことを覚えてる？カボシ、どちら様でしたっけ。もう私もクイズ博士、今日もポケモンクイズ行くわよ。あー、やっぱだるいなこいつだるいんだよな。正解したらポケモンの詳しい情報を教えてあげるから。こいつライムシティの公園にもいたよな。今取り込んでいて、それどころじゃ。じゃあ早速第1問。そう、こういう強引なところね。カバシ、キュートなお目々に体はまんまる、翼を持ったポケモンは誰だ。答えのポケモン近くにいるから見つけてきてね。こっちの話を全く聞いてないな。まあ調査のついでに見つけて答えてやるか。やっぱ話しかけない方がよかったな。あー、なんだっけ、翼が生えた、なんだって、めめはまんまる、近くにいるって言ってたけどいないじゃん。翼生えてないよな、生えてないよな。翼が生えたポケモン、あ、いた、木狼だな。おや、このポケモンキュートな目に丸い体、クイズ博士が言ってた特徴と一致するな。ひょっとしてこのポケモンかな。きっとそうだろう。よし、あいつのところへ報告しに行こうぜ。プロロ、答えは木狼ですね。ピンポン、正解。ちょっとヒントを出しすぎたかな。カバシ、木狼は夜行性でね、昼間はじっと光合成してるわ。狩りの時は音もなく忍び寄って強烈なキックをお見舞いするの。夜に出くわさなくせ よかったな。危うく不逸をクルトルトルバッピーさてと、第2問行くよ。さあ帰ろうか。そろそろ帰ろうか、ティム。はい、うん、そうしようか。今日は楽しかったよ、ティム。そう、かなり大変な目にあったと思うけど、スリルがあってよかったよ。普段ティムがどんなことをしているかも分かったし、また事件があったら呼んでよね。ああ、さすがにそれはどうかな。冗談だよ、ずっとついていくのは迷惑だろうしね。じゃあそろそろ帰ろう。なんだ？ん？あ、ミュウツー。あれは？ミュウツー？何を持ってるんだ？うわ、なんか辛そう。人が連れられてるな。うわ、大丈夫か。
わ、落ちてきてる。おいおい、こっちに来るぞ。みんな助けてあげて。逃げるんだ。誰か助けてあげて。誰？あれはハリー。ハリー？父さん。父さん？なになになに。父さんをどこへ連れて行くんだ。奴らに邪魔をさせるな。やばい。うわ、どうする。なんだこのバリアは。ミュウツー。ミュウツー。お、そうやって飛べるんや。待って待ってくれ。お父さんは連れて行かれちゃいました。行っちまったな。ミュウツー大丈夫か。ありがとな。一体どうしたんだ。なんでお前がハリーを。怖いわ、こんなところでポケモンが戦うなんて。やっぱりハワード市長の言ってた通りだ。ポケモンは管理しないと。やばい雰囲気だ。こりゃ早く立ち去った方が。そのようですね。あの人間のことは心配するな。おお、助けに行ってくれた。ティム、ピカチュウってミュウツーの知り合いなの？みたいだね。すごいのね。それより父さんの行方を追わないと。父さんを取り戻すためには何をするべきだろうか。街中で起こったこれだけの騒ぎ、警察が何も知らないわけはない。そうだ、ホリデー警部、まずは情報を得ることから始めよう。なるほど、ホリデー警部のところに行く感じかな。とりあえずあえて少しずつ人間の不信感が募っていくんだろうな、うん、おはようピカチュウ。ひどい顔だな。あまり眠れなかったのか。まあ、あんなことがあったすぐだからね。昨日の父さんの件について考えてたらね。ピカチュウもそうじゃないの？昨日も遅くに出かけてたみたいだし。ああ、少し一人になって考えをまとめたくてな。どうにもおかしなことばかり起きてるからな。あの怪しい連中は隕石を集め、ポケモンを集めていた。そして、宝石を飲み込んだウウ。遺跡で襲ってきたマンム。そしてミュウツーを襲っていたスピア。みんな体に四角い機械をつけていた。そうだね、なんか紫色に光る四角い、あれなんだろうね、洗脳装置みたいな感じかな。今日はそのことを調べてみないとね。情報を集めるにはどうしたらいいか分かっているな、ティム。うん、こんなに事件が起こっているんだ。警察には何かしら情報が集まっているはず。そうだティム、一番信頼できる警察の人間。うん、ホリデー警部に話を聞きに行こう。ピカチュウもそのつもりでしょ。ああ、そのつもりだ。おいティム、ハリーのことをアイリーンやソフィアに話さなくていいのか。うん、今はまだ確実に居場所を突き止めるまでは。うむ、賢明だ。準備ができたら出発しよう。だからお母さんとか妹には話さずに捜査をするって感じ。なんだ、机の上になんか木の実がいっぱい。遺跡の木の実つい持って帰ってきちゃったね。あ、そういうこと？いろんな味を楽しめたからな。後でこれで料理を作ってもらおう。あ、作ろうか。これは一通り一応見た方がいいのかな？僕たちがもらった勲章だね。名探偵としての活躍の証だな。これからも頑張ろうぜ、ティム。頑張ろうな、ピカチュウ。そうね。忙しいかもしれないけど、無理だけはしないでね。心配しなくても大丈夫だよ、お母さん。僕だってもう大人なんだから。そうは言うけど、親は子供がいくつになっても心配するものなのよ。ありがとう、分かったよ。そうだね。
親にとっては子供がいくつになっても子供は子供だからね。あ、朝のニュースが始まる時間だ。GNN ニュースの時間です。これミュウツー出てくるかな。ポケモン絡みの事件が増えています。昨日も多数のスピアがライムシティで出現し、その場にいた市民が危険にさらされました。幸い怪我人はありませんでしたが、現在ライム警察とポケモン保護局が原因を調査中です。またハワード市長は早急に対策を講じると宣言しました。昨日の事件だ。だが白い服の連中については何も触れていないな。それに父さんのことも。確かに。もっと情報が欲しいな。あの連中を放ってはおけないからな。うん、ホリデー警部に話を聞きに行こう。よし、ホリデー警部に会いに行くなら警察署だね。警察署の場所なんてあったっけ。準備が済んだら出かけよう。うんうん、昨日ママとライムタワーに行ったんだ。すごく眺めが良かったよ。おお、良かったな。みんなで行きましょう。おいおい、俺もか。観光案内してる暇ないぜ。もちろんピカチュウも一緒にね。俺の話を聞いてるのかって言ってもわからねえか。うわ、また怪しげな眼差しでピカチュウを見てる。お兄ちゃん、ライムシティの観光スポット、おすすめの場所があったら連れて行ってほしいな。おすすめの場所か、どこかあったかな。おいおい、しっかりしろよティム。そんなことじゃデートの時に困っちまうぞ。じゃあピカチュウはおすすめの場所があるわけ。当然だ、俺ならやっぱりハイハットカフェだな。最近は考えをまとめるために夕食後に一人でコーヒーを飲むな。あ、じゃあ遅くに一人で出かけてたのはコーヒー飲みに行ってたのか。ここのところ夜に見かけない日があったけどカフェにいたんだね。でもカフェはソフィアにはまだ早いんじゃないかな。ほらティムを困らせないの、お兄ちゃんだって忙しいんだから。はーい、いい子だねソフィア。これも出ていいかな。噴水広場、よし、そろそろ行こうかピカチュウ。ああ、その前にハイハットカフェに寄っていこう。え、カフェの客から昨日の事件の聞き込みをするんだ。確かに必要な調査だけど、実はコーヒーが飲みたいだけだったりして。バカなことを言うなよ。まあ否定はできんが。それじゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。まあでも朝コーヒー飲んで考えをまとめるってのも大事な時間じゃないかな。ハイハットカフェ前、ムービーが多いね。なんだ？え？何もしてません。悪いことは。いやあ、名探偵くん。そしてピカチュウ。ブラッドさん、これは一体？ピカチュウ、器物破損の容疑で逮捕する。はあ？怖。そんな証拠はあるんですか？悪いな名探偵、連れて行け。はっ、ティム、俺は大丈夫。これは何かの間違いだ。俺の無実を証明してくれ。ピカチュウ。連れて行かれちゃうの。容疑者ピカチュウ。何これ、ピカチュウ視点。ここはどこだ。ピカチュウ視点だな。まずいな。いつの間にか眠っちまったらしいな。確かブラッドのやつにパトカーへ乗せられて。ってことはここは警察か。悪い冗談だと思いたいぜ。牢屋の中にいろんなポケモンが入れられてるって感じ。なんかみんな悪そうな顔してるもんな。まさか名探偵のこの俺が鉄格子の中に入れられるなんて。待て、背中になんかついてるぞ。おい、さっきからブツブツうるさいぞ新入り。怖い、ゴロンだ。怖いな、迫力が。白目ない、白目ない、黒目もない。
はあ、おまけに同居人にも歓迎されてないと来たもんだ。全くとんでもないところに来ちまったぜ。気はすまんが、こいつらから話を聞いてみるか。ポケモンから話を聞こう。これでピカチュウ側を操作するんだね。てっきりティム側の操作で、あのピカチュウの無実を晴らすみたいな感じかと思ったけど。いや、だからその走り方な。もう なんでこんな走り方するんだろうね、このピカチュウ。このなんかおじさんみたいな。普通に四足歩行とかでいいのに。さあ話聞いていくか。闇ラミ。よう、あんた、ちょっと話を聞かせてくれないか。なんだよ、生意気な新入目よ。な、お前ら全然ねえよ。お前なんかと話すことはねえよ。そういうのよ、こっちは右も左もわからないんだ。なんでこんな場所に連れてこられちまったのかもな。はあ、とぼけやがって、どうせろくでもない。あ、この声じゃなかった。はあ、とぼけやがって、どうせろくでもない。どうせろくでもないことをしたんだろう。そんなことをするか。俺は名探偵ピカチュウだぞ。名探偵だ？へへ、笑える冗談だ。冗談を言った覚えはないんだがな。じゃあ一つ教えといてやるよ、名探偵さん。外でなんて呼ばれていようと、お前の名前はここじゃ新入りだ。わかったらおとなしくしてな。やれやれ、これじゃ話を聞けそうにもないな。ピカチュウの方がちょっとだけ身長高いよ。いや、一緒か？帽子分は高いけど、帽子取ったらピカチュウの方がちょっとちっちゃいか。じゃあしょうがない。舐められても。おい、でかいな。何くわえてるの？笹の葉？え、パンダか。この子パンダなのか。ゴロンダ。竹林番長。番長。なあ、ちょっといいか？新入りか。そんなところだ。この場所について聞きたいんだが。怖いんだって、その、無言でさ、その拳をバシンってやるのちょっと怖いんだって。おーい、聞いてるか？おーい。保護室では静かにしていろ。保護室っていうのはこの部屋のことか？だから、無言でバシン。圧がすごい。無視かよ、まったく。まあ、物質じゃないや。まあ、部屋の名前が分かっただけでもよしとするか。やれやれ。うん、話を聞くこともままならないか。困ったな、これじゃ何が起きてるかも調べられん。ん？なんだ？やばい。運動の時間です。整列して屋上へ移動してください。運動？やめやめ。おい、どうしたんだ？操られてる。あれ？体が勝手に。これは。うわ、辛そう。ってことは、あれだね、これ警察署でしょ、これ。警察が黒幕ってこと？どうなってるんだ。ここは屋上か。なんで俺はこんなところに来ちまったんだ。これはますますおかしなことが起きてる気がしてきたぞ。とりあえずポケモンたちから話を聞いてみるとするか。彼らしかいない？他にもいるのかな。あ、なんかいっぱいいるね。いっぱいいる。あ、じゃあこの子から話聞こうかな。この猫ちゃん。レパルダス。あら、こんにちは。はじめましてかしら。お、やっとまともに話ができそうなやつに会えたぜ。ふふ、みんな癖のあるポケモンばかりだものね。結構癖あるけどな。
ああ、その上、わけのわからないことばかりだ。わけのわからないこと？例えば、いつの間にか俺たちが屋上に上がってたりとかな。そのことね、確かに不思議よね。毎日同じことが起きてる。でも、なんでなのかは知らないわ。毎日か、話を聞かせてくれてありがとな。ありがとう。この子は？なんか闇ラミのなんか、ピンクバージョンみたいな。顔かわいいなこいつベロパー。おいお前、見ない顔だな。新入りか？ついさっき捕まったばっかりでよ。お前はここは長いのか？俺も最近だぜ。でも俺の方がお前より先だぞ。何か順番が関係あるのか？大事なことだぜ。先に来た方が偉いんだ。先輩だからな、一応。新入りはおとなしくしとけよ。こいついいなぁ、なんか小物感が素敵。欲しいなぁ。僕がポケモントレーナーだったらこの子を結構育てたいかもしれない小物感。あ、またやってる。拳を手のひらに打ちつけるやつ。今気づいたが、お前のことはどこかで見たことがあるな。多分テレビじゃないか？俺は名探偵として有名だからな。名探偵、うむ。やみらみ。おとなしくしてろって言ったろ。気安く話しかけるな、新入り。そういうなって、ちょっと話を聞きたいだけなんだ。なんで俺たちは屋上にいるんだ？さっきまで部屋にいたのによ。そんなことを知らないね。何せよ、勝手な真似はやめとけ。痛い目見たくなけりゃな。おい新入り、おとなしくしてろって言っただろ。あんなに嫌がってたのにそっちから話しかけてくるとはな。減らずくじを叩いていられるのも今のうちだぜ。ついてこい、レントラーさんがお呼びだ。レントラー？ええ、このルールってもんをたっぷり教えてもらうんだな。やべ、何が起きるの今から。お前が口出したな、ピカチュウとは。あ、レントラ、そういうことか。ポケモンの名前か。森の中で王様気取りとは笑えるジョークだ。俺がこのルールを教えてやる。檻の中暮らしマニュアルでもあるのか。まったく口が減らないやつだな。これがルールだ。強そう。大したダメージでもないのに気絶しちまったか。情けねえな。あれがボスか。そういうことか。ピカチュウ視点とティム視点それぞれを操作していくみたいな感じか。面白いね。警察署に来てみたけど、ピカチュウと面会できるかな。きっとピカチュウは今一人きりで心細いはずだ。それにしてもピカチュウがいきなり連れて行かれるなんて。器物破損の容疑って言われたけど、ピカチュウがそんなことをするわけはない。警官に面会できるか確認しよう。オッケー。ライボ。このライボルト、ブラッドさんのライボルトかな。ライボ。ピカチュウがいないから言葉がわからないや。そうだね、確かに。こちらは受付です。何のご用でしょうか？僕のパートナーのピカチュウがさっき警察に保護されたんです。会えますか？ピカチュウはこの警察署にいるんでしょうか？保護されたポケモンはこの警察署でお預かりしています。ピカチュウはどうしていますか？できれば面会したいんですが。事件の捜査に関わることですので詳しいことはお知らせできません。捜査本部の許可がなければ面会はできません。捜査本部の許可がなければ面会できない。ってことは、面会はできない？そんな。ティム君、やはり来たんだね。ホリデー警部？ホリデー警部。それに、バトラー局長。ピカチュウのことが心配なのかな？強そうだな。安心したまえ。保護局は安全な場所だ。嘘だね。
全然安全じゃなかったよ。背中に機械つけられたし。ピカチュウは保護局でしばらく預かることになった。昨日の夜、噴水広場で起きた器物破損の容疑でね。ピカチュウがそんなことをするはずは。残念ながら確証もあるんだよ。とはいえ、我々は捜査を続ける。捜査が落ち着くまで面会は許可できないな。やっぱりダメですか。気の毒だが、探偵くんでも特別扱いはできないんだよ。ではまたな、探偵くん。でもしかしホリデー警部はそんなことを言っても味方になってくれるはず。ホリデー警部も詳しい話はできないんですか。バトラー局長が言った通りだよ。面会については私が何とかしよう。今日の午後また受付に来てみてくれ。さすがホリデー警部、ナイスだ。本当ですか、ありがとうございます。ああ、それと今日の夜ティム君と話がしたい。ここで話すのはまずいから夜になったら警察署の近くで会おう。わかりました、ではまた夜に。ティム君辛いと思うが気をしっかり持ってくれ。ホリデー警部のおかげで午後になったらピカチュウと面会できる。それまでにできることをやっておこう。まずは現場を見に行きたい。ピカチュウが物を壊したなんて僕には信じられないし、きっと保護局は何かを勘違いしているんだ。今回の事件現場は噴水広場だ。誰かが広場のものを壊したらしいけど、犯人はピカチュウ以外にいるはず。仮に犯人がポケモンだとしたらどんなポケモンなんだろう。痕跡からタイプぐらいはわかるかもしれない。噴水広場を調べて犯人の正体を推理しよう。オッケー。じゃあ噴水広場に行って、なんか手がかりがないかを見ていくわけだね。噴水広場ってあれだよね。一番最初にクイズ博士と会ったとこだよね。噴水広場は警察署を出てまっすぐ行ってハイハットカフェの隣だ。早速行ってみよう。まっすぐ行ってってこっちでいいのかな。これ話しかけた方がいい？インテレオンのパートナー。こんにちは、お花はいかがですか。今は結構です。これがインテリオン。インテレオン、水やりは百発百中。インテレオンか。花が好きみたいだ。あ、道は合ってるね。ここハイハットカフェだよね。モルペコのパートナーこのパートナー側に名前はないんだね。その何々のパートナーっていう名前なんだね。噴水広場があんなことになっちゃうなんてね。犯人は捕まったのかな。これがモルテオ、モルペコ。満腹の喜び。可愛いな、ピカチュウ味を感じるな。モルペコ、モルペ、モルペコだ。元気な食べっぷりだ。可愛いね。今はコーヒーを飲んでる場合じゃないな。噴水広場を調べよう。ん？あれは？何？あれはブラッドさん。どうして事件現場に？わかった、こいつが犯人だ。ブラッドさんはヤドン像を調べていたのかな。他の警察はいないのにどうしてブラッドさんだけ？僕も自分の目で調べてみないとな。ヤドン像を調べよう。ヤドン像を調べよう。あれ？尻尾ないな。よし。もともとなかったっけ？あったよな。ここが事件現場だ。遺跡を調べれば何かわかるかもしれない。あ、噴水広場ここか。僕勘違いしてた。公園の方と勘違いしてたわ。ここが噴水広場か。なんか下にピカピカ、なんか稲妻みたいなの走ってるな。石の辺に。どこを調べよう。ここ明らかに怪しいよね。ヤドン像の破片が落ちている。きっとポケモンの技で壊されたんだろう。だとしたらもう電気ポケモンしかありえない。拾ってよく見てみよう。いて、手がしびれちゃった。この破片電気を帯びているのか。電気を帯びた破片。あとはこの穴も気になるね。芝生が焦げている。高熱を持ったポケモンの仕業かな。だからここの今焦げてる場所にポケモンがいて、
そこから電気を発したみたいな。でもだとしたら壊れ方が不自然だな。ここに破片が落ちるってことは左側から攻撃されて右に破片が飛び散るって感じだと思うから、このこけたところにポケモンが仮にいたとしたら破片は逆側に落ちてる、左の端に落ちてると思うんだよね。ちょっと不思議な光景だね。芝生の焦げ跡、あとは明らかにこの子供も怪しいね。あ、調べられないただいるだけって感じか。あとはヤドンの像、めちゃくちゃひび割れてるじゃん。ヤドンの像が壊れている。器物破損はヤドン像のことだったんだ。像には焦げ跡があるな。やっぱり電気か、もしくは電気と炎か。壊れた石像、尻尾も。この子供は、この子供もいるだけ。他は調べられそうにないかな。ピカチュウがいたら調べられるとこは以上だとか言って教えてくれるのに。以上ですかね。あ、待って、ここのなんか濡れてるところもかな。なんだこの水は。きっと噴水の水が漏れたんだ。水たまり。よし、これ以上調べれることはなさそうだ。あ、言ってくれた、ティムも。 OK、 よし、情報整理しよう。推理を始める。事件がポケモンの仕業なのは間違いないと思う。痕跡から犯人がわかるかもしれない。格闘タイプ、電気タイプ、水タイプ、炎タイプ。炎か電気、でも分かりやすいのは電気だよね。電気を帯びてた石が落ちてたし。よし、よし。石像の破片には電気が残っていたから、これは電気技で壊されたんだと思う。でもピカチュウは電気技を使えない。やっぱり別のポケモンの仕業だ。ただ技を使えないことを証明するのは難しいな。確かにな。他の方法でピカチュウが犯人ではないことを証明しないと。電気タイプのポケモンが犯行に関与した。事件発生時ピカチュウは何をしていたのか、ピカチュウが行きそうな場所へ行って話を聞いてみよう。それが分かればピカチュウのアリバイを証明できるかもしれない。よし、ピカチュウが行きそうな場所へ行って話を聞いてみよう。OK。 昨日遺跡から町に戻ってきた後、ピカチュウは一人でどこかに行ったんだ。ハイハットカフェに行ってたって言ってたよね。ピカチュウが行きそうな場所、ハイハットカフェかもしれない。パブロさんに話を聞いてみよう。 OK。 こんにちは。いや、いらっしゃい。今日はピカチュウは一緒じゃないんだね。実は今朝お店の前に来たところでピカチュウが警察に捕まっちゃって。捕まった？あのピカチュウが？そういえばさっき店の前が騒がしかったのはそれだったのか。ピカチュウは何か悪いことをしちまったのかい？警察はピカチュウが噴水広場のヤドン像を壊した犯人だと言ってるんですけど。でも無理なんです、あのピカチュウ技を使えないし。そうだよな、技が使えないんじゃ像を壊すなんて無理ってもんだ。それにヤドン像が壊されたのは昨日の夜だろ。昨日の夜ピカチュウはこの店に来てたんだよ。本当ですか？その話詳しく聞かせてください。やっぱりアリバイがありそうだね。ピカチュウについて、昨晩ピカチュウが来た時のことを教えてください。いつもと変わらないよ。昨日の夜も俺がコーヒーを出したらそれはもう美味しそうに飲んでたな。それは昨日の何時くらいのことでしたか？時間は覚えてないな。そうですか。だとするとアリバイは証明できませんね。あれは監視カメラとかないのかな。ただ店内のテレビで夜のニュースが流れていた時にはまだ店にいたよ。テレビで夜のニュース、何時の番組だったか思い出せないのが申し訳ないけどね。
どういう番組だったかが分かれば、その番組が何時にやってたかによってアリバイになり得るな。いえ、パブロさん、そんな教えてくれてありがとうございます。何の番組かは聞けないのか。ヤドンゾウについて。ヤドンゾウが壊された事件のことを知ってたんですか？ああ、今朝知ってびっくりしてよ。あんなことになってたなんてね。あの頑丈そうなヤドンゾウを壊せるのはきっと強いポケモンだろうね。ティム君のピカチュウにはまず無理な話だな。ピカチュウ弱いってことか。パブロさんの言う通りですけど、ピカチュウが聞いたら怒りそうですね。あはは、それは失礼。まあ冗談はともかく、目立つ場所だから何か知ってる人はいると思うよ。お客さんへも聞いてみなよ。そうですね、ありがとうございます、パブロさん。いい店主だな。お客さん、ちょっと昨日の夜ひょっとして来られてましたか？すいません、少し聞きたいことがあるんですが。なんでね、君は。私は静かに食事をしたいのだが。お邪魔してごめんなさい。噴水広場の事件を調べているんです。君は探偵君か。そういうことであれば協力しよう。ピカチュウについて。昨日ピカチュウを見かけませんでしたか？見かけだとも、昨日の夜に噴水広場でね。おい、また怪しい証言をするでない。噴水広場、その話詳しく聞かせてください。私が見た時はヤドン像は壊れた後だったよ。立ち去るピカチュウの後ろ姿が見えたんだ。あの黄色い背中は間違いない。やばい、この証言はやばい。マイナスに働く証言だ。ピカチュウはそのままどこかへ行ってしまったな。そうですか。ヤドンゾウについて。ヤドンゾウが壊された事件は知っていましたか？ああ、実際に壊れたゾウを見たからね。あんな風にゾウを壊すなんて全く迷惑なことだよ。君はあの事件を調べているのかね。犯人をしっかり捕まえてくれたまえよ。ええ、頑張ります。聞かなきゃよかったな。他は？あ、このおじいちゃんは話しかけれないタイプか。この人は？お兄さん。名前はお兄さん。やっぱりこの店はいいな。飲み物も食べ物もうまい。すみません、少し聞きたいことがあるんですが。おっと、なんだい？ピカチュウについて。昨日の夜ピカチュウを見かけませんでしたか？昨日は見かけてないけど、ついさっき見かけたよ。ついさっき？落とし物を取りに警察署に行ったんだけど、そこでね。本当ですか？ピカチュウはどんな様子でしたか？眠っていたみたいだね。警察官が抱きかかえて運んできたよ。眠らされてたもんね。ピカチュウは眠っていた？あの状況で眠る？どうかしたかい？あ、いえ、何でもありません。ヤドンゾウについて。ヤドンゾウが壊された事件は知っていましたか？ああ、なんかすごかったらしいね。僕は広場は見ていないけど。もう午後だ。ピカチュウと面会できるかもしれないな。警察署に行ってみよう。なんだか有力な情報は聞けなかったけど、警察署に行こうってなってる。でもノートが光ってるんだよね。あ、推理はできないのか。話は聞けたけど推理まではできない。まあでも面会できるんだったら先にね、ピカチュウに会いに行かないと。来ました。ライブ。関係者以外立ち入り禁止です。すいませんでした。え、いないじゃん。警察署って言ってたよね。ティムさん、ホリデー警部から許可がおりました。面会できますよ。お、ありがとう。よかった。ティムさん、その前にパートナーとの面会ルールについてお知らせしておきます。面会ルールか。パートナーとの面会は午後から許可されます。面会は1日2回まで続けてすることはできません。はい、わかりました。パートナーと面会されますか？面会する。それではご案内します。そうか、ティムが外で操作をして、で面会できるタイミングでピカチュウと喋って推理を少し進めてみたいな感じでやっていくのか。ようやく面会できるけど、ピカチュウどうしてるかな。お待たせしました、ピカチュウを連れてきました。
お、ここが面会室か。ピカチュウ。ティム。ピカチュウ。たくもう、元気そうで安心したよ。おい、大声を出すなよ。聞かれたら怪しまれるぞ。ああ、そっか。うん。ピカチュウ大丈夫だった？急にこんなことになって心配してよ。まったくだ、名探偵のこの俺が容疑者になるなんてな。保護局はピカチュウが広場のヤドン像を壊したと思ってる。僕も現場を調べてきたんだけど、片方が残っていて電気を帯びていたんだ。ということは犯人は電気技を使えるポケモンか。ちょっと待てよ、俺は技を使えないんだぞ。うん、わかってる。ピカチュウは犯人じゃないよ。でもピカチュウの言葉を伝えても保護局は信じてくれない。俺がそう言っていると伝えたところで下限な顔をされちまうのがオチだよな。だからピカチュウの話を聞かせてほしい。無実を証明したいんだ。頼もしいぜティム、何でも聞いてくれ。新しいパターンだね、このピカチュウに話を聞くっていう。昨日の夜の行動、昨日の夜のことだけど、ピカチュウは何をしていたのか教えてくれない？ティムと別れた後、ハイハットカフェに向かったんだ。昨日の夜の一件と今までの事件の関係を整理しようと思ってな。そのためにはコーヒーが必要だったんだ。カフェに行くときは広場にも行ったが、ヤドン像は壊れてなかったぞ。なるほどね、ヤドン像は最初行くときは壊れてなかったんだ。そのとき他にポケモンはいなかった？電気技を使えるポケモンとか。いやー見てないな。犯人は俺の後に来たんだろうな。そっか、じゃあカフェに入った後何か変わったことはなかった？店でくつろいでいたから外から雷の音が聞こえたな。店でくつろいでいたら外から雷の音が聞こえた。雷の音？像を壊した電気技の音かもしれない。音を聞いたのはいつぐらいだった？時刻は覚えていないが、音を聞いた時店のテレビで夜のニュースが流れていたな。それハイハットカフェのパブロさんも言ってたな。確かに夜のニュースって言ってたか。だから番組ってよりは夜のニュースの時間を調べればある程度の時間が分かってくるのか。ありがとうピカチュウ、これは大事な情報だよ。保護されてからの行動、今は背中についてないかな。うん。ブラッドさんに連れて行かれた後どうなった？車の中で眠ってしまってな、目が覚めたら保護室の中だった。だから何かしらで眠らされた可能性があるよね。車の中って眠っちゃうくらい気持ちよかったの？いや普通の車だったんだが、どうして眠ったんだろうな俺は。それに不思議なことはまだある。警察署の中にいると時々記憶がなくなるんだ。記憶が？ああ、保護室にいたと思ったらいつの間にか屋上に運ばれたんだ。運動時間だというアナウンスを聞いたが、その後自分で歩いた覚えがない。まるで催眠術をかけられてるみたいだ。そんな技を使えるポケモンは見てないんだがな。背中だよ、背中。背中についてる機械。警察署内の様子。やれやれ。この警察署、雰囲気が最悪だ。周りのポケモンたちが俺に対して意地悪ばかりしてくるんだ。目をつけられたみたいでな、さっき攻撃を受けて気絶しちまった。え、大丈夫？怪我はないの？怪我はないが、まだ痛いな。かなり強い攻撃だった。かなり強い攻撃だった。なんか言ってたよな。強い攻撃が使えるポケモンみたいな。それならいいけど、できるだけ気をつけてね。わかってる。次からはうまくやるさ。仲良くできるといいね。署内には何匹くらいポケモンがいるの？俺が会ったのは5匹だが、全員背中に何かをつけていたな。保護局が俺たちを管理するためのタグってところだろう。そうなると発信機がついているかもね。脱走とか考えちゃダメだよ。あ、当たり前だ。ちゃんと無実を証明して出ていくさ。当たり前だ。こうピカチュウの顔やばくない？めちゃくちゃ面白い顔してるじゃんピカチュウ。今の話を整理すると、事件が起きた時ピカチュウがいた場所が分かりそうだ。
お、本当か？うん、推理ノートを読み返してみるよ。推理しよう。推理しよう、OK。パブロ、ピカチュウ、常連さん、ピカチュウ、お兄さん、ピカチュウ。並びめっちゃ面白い。事件が起きた時ピカチュウはどこにいたのか。カフェで聞いた話とピカチュウの話から推理してみよう。ハイハットカフェだね。よし。外へ雷の音が聞こえたのは夜のニュースの時だった。ニュースの時ピカチュウがカフェにいたことはパブロさんが証言してくれている。つまり犯行時にピカチュウは広場ではなくハイハットカフェにいた。もう一匹のピカチュウはどこにいた？別のピカチュウがいる可能性が出てきた。もう一度噴水広場の周辺を調べてみよう。うん、なんかそれはずっとそんな気がしてたんだよね。ピカチュウ違いなんじゃないかっていう。ティム、言うまでもないが俺は無実だ。犯人は別にいる。うん。待っててねピカチュウ、犯人のポケモンを探してくるから。ああ頼むぞティム、だが気をつけて調査しろよ。犯人は強い電気技を使えるポケモンのはずだからな。分かってる、ピカチュウみたいに攻撃されないように気をつけるよ。言ってくれるな。まあ分かってるならいいんだが。バトラー局長はピカチュウがやった証拠があると言っていたんだ。もしかするとライムシティにピカチュウがもう一匹いるのかもしれない。俺以外の別のピカチュウか。そう決めつけるのは早いと思うが可能性はあるかもな。俺も警察署内を調べてみるとしよう。他にも気になることがある。分かった、僕は街で聞き込みを続けるよ。きっとすぐに出られるよ。時間だ。おいおい、まだ途中だぜ。まあどうしたのピカチュウ。勝手に動いちまうんだ。あの光。これでティムも気づいたね。ピカチュウにも背中にあの機械がついてるってことを。さっきのピカチュウ様子がおかしかったな。記憶がなくなるって言ってたのはこのことだったのかも。背中につけられていた四角い機械も気になるな。もうすぐホリデー警部に会う時間だ。いろいろ話を聞いてみよう。警察署から外に出よう。外にとかどこにも書いてないじゃん。警察署から出よう。お、いた。ティム君、約束通り来てくれたんだね。ホリデー警部。大変なところすまないね。わざわざ呼び出したりして。早速話がしたいんだが、ここではなんだな。向こうで話をしようか。あの。ホリデー警部、面会の手配ありがとうございました。なに、そのくらいのことは当然だよ。無事に面会できたかい？ええ、おかげさまで、ですが。浮かない顔をしているね。いえ、会えたのは嬉しいんですが、心配事が増えてしまった気がして。何かあったのかい？ホリデー警部、先に僕の方から話をしても構いませんか？ああ、もちろんだと思う。ピカチュウの保護について。今回のピカチュウ保護について、ホリデー警部は事前に知ってたんですか？いや、ピカチュウが保護されたのは私も驚いたよ。最近ポケモン保護に積極的なのはハワード市長の意向らしい。だからバトラー局長は問題のあるポケモンを見つけ次第保護している。問題行動の証拠も押さえているから保護するのは正しいんだが、何か気になることがあるんですか？やり方があまりにも強引すぎるんだ。住民にポケモンたちの事情を聞いたりせず問答無用で保護している。ピカチュウが保護された時もそうでしたね。誰が相手でも特別扱いはしないとも言えるのだが、それにしてもこれでいいのかと考えてしまうよ。そうか、結構強引な手口を使われてるってことだね。バトラー局長について。バトラー局長というのはどういう人なんですか？昼間もそうでしたけど、ホリデー警部は普段からバトラー局長と一緒に？付きっきりというわけではないがね、最近同行することが多いんだよ。
どうも私はバトラー局長に目をつけられているようでね。目をつけられている？仕事上警察とポケモン保護局は協力しなくてはならない。ただ私はバトラー局長のやり方は強引すぎると思っていてね。反対意見を出しているんだが、いつも強引に押し切られてしまうんだ。そんなことが続いたからバトラー局長は私を警戒している。私が余計なことをしないか見張っているつもりなのだろう。ホリデー警部も大変なんですね。ホリデー警部も大変らしい。大変なことばかりだこの世の中は。四角い機械について、面会した時ピカチュウの背中には四角い機械がついていました。あの四角い機械は何ですか？あれはポケモンを保護する時に取り付けることになっている機械だな。保護したポケモンの管理用タグだと聞いている。だがあいにくそれ以上のことは知らないんだ。ホリデー警部もあんまり知らないんだその辺は。え、ホリデー警部にも知らされてないんですか？ポケモン保護局は秘密が多くてね、私たちも知らないことだらけさ。セキュリティもかなり厳重だから独自に調べることも困難だ。ホリデー警部でも調べられないんですか？スピア襲撃について、昨夜の騒ぎについてホリデー警部は知っていますか？ああ、スピアが暴れたという事件のことか。それについては保護局の管轄で警察に情報は入ってきてないんだ。そうなんですか。あれか、だから警察が黒幕っていうよりは保護局が黒幕みたいな。まあ現状ね、現状保護局がやばいってことだね。保護局に協力するのだが、保護局からの情報開示はほとんど行われていない。ホリデー警部なら何か知ってると思ったのですが。申し訳ない。いえ、状況はよくわかりました。というわけなんだよ。こんなところで何を話してるのかね。うわ、怖い。探偵くんじゃないか、また会ったね。バトラー局長、どうされましたか？バトラー局長。何、たまたま通りかかっただけだよ。ところでホリデー警部、勝手なことをしていないだろうね。めっちゃ釘刺されてる。何もしておりませんが。ならいいんだ、保護局と警察の規律大事にせねばね。ではまた。バトラーパワータイプだな。こんなにタイミングよく通りかかるものでしょうか。目をつけられていると言った意味が分かってもらえただろう。気をつけてくれティム君。バトラー局長に目をつけられるときっとまずいことになる。ホリデー警部はそれを伝えようとしてくれていたんですね。君とピカチュウのことが心配だからね。ホリデー警部いいな。今の私は大っぴらに協力することはできない。だが君ならば必ずピカチュウの無実を証明できると信じている。ホリデー警部ありがとうございます。ではまたねティム君。ピカチュウの様子がおかしくなった時、背中の四角い機械が光っていた。管理用のタグだという話だったけど、なんだか怪しいな。それにピカチュウの目撃情報も気になる。他のポケモンたちが保護された時の様子を聞けば何かわかるかも。といってもこんな時間で人も少ないし。そうだ、ハイハットカフェならお客さんがいるかもしれない。行ってみよう。はい、ということで今日はここまでにしようかと思います。新しい事件はまさかピカチュウが急に容疑者扱いされ、この後一体どうなるのか。そして新たな事実としては、ポケモンをコントロールする背中についてた四角い機械、あれはなんか白い服着た何者かもわからない悪い奴らの仕業だと思ってたけど、まさかの保護局がつけていた管理タグだったっていう。そうなってくると、最初にオーラの雫だっけを最後持ってかれた時にポケモンの背中にあの機械ついてたから、保護局が結果盗んだってことになるのか。謎だね。謎は深まるばかりです。はい、ということで今日はここまでで終わりにしまして、次回はハイハットカフェで聞き込み調査をして、
一日でも早くピカチュウの無実を証明して解放してあげたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。バイバイ。